こんばんは、DR チャンネルファッションカレッジ講師の星葉義正です。こんばんは、MC の寺田由紀です。そして今夜も素敵なゲストに、来ていただいております。はい。まずはですね、BEAMSF のバイヤー、村瀬さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いてユナイテッドアローズのチーフバイヤーの豊永さんです。よろしくお願いします。そしてエディフスからはバイヤーの大滝さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ものの3人初顔ぶれですからね。そうですね。なかなか皆さんね、緊張すると思うんですけれど、うん、大丈夫ですか皆さん。大丈夫です。あんま大丈夫じゃなさそうかもしれない。3人どんがぶりでしたね。ということで、はい、まあ、皆さん初めましてなんですけど、うん、何ご紹介しますか。今日はですね、まあ、うん、メンズの、まあ、秋冬のアウターの中でもものすごく定番中の定番のマッキントッシュのコートをですね、ご紹介したいなと思いまして、まあ、イギリスの、まあ、名門中の名門ですね。やっぱりメンズファッションのルーツってイギリスにあって、でその中でもこの今回紹介するマッキントッシュのコートっていうのは、なんと歴史が1823年から続いているという、ざっくり言うと200年前日本まだ江戸ですか。江戸、まあ、車も当然なくて、当時は馬車だったりして、でその時にこういう着てるスーツを汚さないために防水のコートが必要だねということになって、でそれで生まれたのが実はこのマッキントッシュというもので、で一番の特徴がゴム引きというやつなんだけど、生地と生地の間にこれゴムを入れたんだよね。それをこう接着をして水を入れないようにしたというか、チャールズ・マッキントッシュって人なんだけど、開発したのがもともと科学者だったんだよね。まあ、そこから名前を取って今こうずっと脈々と続いていて、メンズファッションの定番中の定番になっていると。これが一番、まあ、ベーシックとされるマッキントッシュのニューダンケルドというやつなんだけど、まあ、こういうステンカラータイプのコートですね。触ってもらうとこれね、張りがあるんですよ。あ、パリンパリンってしてます。そう、これ着ていくうちにだんだん馴染んできますよね。はい。匂いを嗅いでいただくのが一番いいかも。わかる、ほのかに。あ、これゴムの匂いなんですよ。これゴムか。ゴムと接着の匂いというか、で特徴としては、まあ、水を通さないってところもあるんだけど、まあ、裏地がついていて、まあ、これウールの生地なんだけど、保温性もあると。ここはウールなんですね。そう、うん、ただね、やっぱりね、熱いわけですよ、ゴムだから。水は通さないだけど、熱は逃がしにくいじゃん。あ、そっか、だから湿気とかも中に溜まっちゃうわけですね。そう、そういうのがないようにということで、ここにちゃんとベンチレーションがついてるんですね。湿気とかが出ていくのは熱とか。そう、で寒い時はこういうちゃんと、まあ、これも取り外し式なんだけど、ボタンで、で大体着丈が100センチというちょっと長めです。はい、あー、なるほど、わかる。これはガッチガチよ最初。確かに、うん、だけど着ていくうちにどん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 、まあ、柔らかくなっていくというか、体に馴染んでいく。で僕が着てるようなスーツとかの上に着ても馴染むように、ちょっと前肩になってたりとか、なるほど、襟が小襟になってたりとか、上のこの部分だね、ここはちょっと第一ボタンを開けても様になるようにとか、うん、まあ、いわゆる計算されているシルエットになってます。うん、今の現代的なスーツにフィットするようにできているのがこのニューダンケルです。で、これ色がフォーンという小鹿の色、あとこれが一番売れているネイビー、うんうん、そして黒で、この3色というのはものすごくベーシックであって、この、まあ、ニューダンケルドのモデル、皆さん各社さんやられてるんですね。なるほど。ただ各社ならではの当然こだわりがあるわけですよ。うんうんうん、それぞれのマッキントッシュに対する思いとか、うん、そのニューダンケルド の、 そのこう着こなし方とか、うん、ちょっと対決していただこうかなと思って。対決、久しぶりの。じゃあまずビームスFのバイヤーの村瀬さんから、うん、はい、マッキントッシュどんな思いがありますか。はい、そうですね、もう自分が入社した18年前にはもうすでにすごくこう人気のあるブランドで、本当に認知度も高いですし、まあ伝統的なブランドであるっていうところと、時代に合わせてアップデートされているスタイルっていうのがやっぱり一つ特徴かなと思っていまして、ビームスFでもかなり長くやっぱり扱ってらっしゃる商品ですか。はい、90年代の前半、そもそもその代理店様がこう日本にない時期から取り扱いを始めたようでして、一番やっぱこうビームスで売れるものとかってあるんですか。やっぱりダンケルドが一番人気がありますね。やっぱり指名買いというか、モデルを指名していらっしゃるお客様も多いですので。なるほど、はい、じゃあ続いてユナイテッドアローズの豊永さんにお聞かせいただいてもいいですか。はい、ユナイテッドアローズでも取り扱いしているのは、まあビームスさんと同じように、おそらく90年代の前半ぐらいから、まあ、本当創業が1989年なので、はい、まあ、ほぼ創業来、はい、取り扱いしています。で、まあ、自分自身も10年ぐらい前から
買い付けさせていただいてるんですけど、はい、ファッション着っていうよりはあくまで実用着で、その中でこう革新していく、なんかそういうブランドの姿勢がとっても、まあ、素敵だし、あとはもう着た時のこう高揚感みたいな、まあ、ものをすごい感じる稀有なブランドかなと思ってます。はい、続いてエリフィスの大竹さんは。マッキントッシュはまあ94年の弊社の創業の時からもう28年ずっと取り扱いさせていただいてるんですけども、あのゴム引きとあのマシンメイドの工場に私も一回足を運ばせていただいて、やっぱり200年近く作り方を変えない姿勢というものにすごいもう感銘を受けました。マッキントッシュって今もハンドメイドで基本作られてるんですか？はい、ゴム引きのところはちゃんと職員さんが指にこうゴムをつけて、そうなんですね。はい、結構なんか家族でこう代々マッキントッシュの工場で働いている方もいらっしゃるので、ちゃんと受け継がれていく伝統っていうのをすごいこうなんか温かみのある人の手で作られているのを見てすごい感動しました。皆さんあのマイマッキントッシュってもあるんですか？やっぱり私はあのダンケルの前身のダンカン、一番最初に初めて買ったファーストマッキントッシュは持っております、うん、あとはあのベトモンっていうブランドさんが、はい、まあ、コラボレーションして作られた、あのゴム引きのマッキントッシュを、所有しております。今そのファーストダンカンはいつ頃買われたんですか？はい、約20年前ですか。うん、それまだ全然使えますか？はい、直しながら日本でラバレックスさんっていうちゃんとしたケアができる会社さんがあるので、そちらで、うん、あの壊れた部分は、まあ、ちょっとこう直しても入れていただいたり。めっちゃいい話ですね。はい、やっぱ物を大事にする姿勢っていうのはすごい素晴らしいですね。はい、ちなみに豊永さんはどんなマイマッキントッシュを？マッキントッシュって大きく、まあ、英国製と、はい、あと今最近だとあの日本製のテクニカルな透湿防水フィルムを貼ったシリーズもあって、はい、うん、それを去年自分が別注したモデルを買いました。まあ、それはあのちょっとスポーティーな感じなんですけど。ちなみにじゃあ村瀬さんはどんなマイマッキントッシュを？私も入社したてぐらいの時に購入した15年前ぐらいですかね、はい、ダヌーンというモデルがありまして、シングルのマッセンカラーなんですけれども、それもゴム引きで、はい、雨の日に着たりするんですか？そうですね、何も気にせずにバサッと羽織って出かけるシーンなんかではすごく活躍しますね。なるほど。はい、ちなみに僕もマッキントッシュ20年前ぐらい、その紫色のタマムシのコートがあって、ああすごそう、それをオーダーしたのと、うん、ツイードのトレンチコートをオーダーしてやっぱよく着てましたね。ゴム引きじゃなかったんだけどね。なるほど。でもゴム引きから始まったブランドですけど、うん、今やゴム引きじゃないものもたくさん作ってるんですね、うん、マッキントッシュは。はい、まためちゃくちゃいい振りでしたねそれ。今日はそんなアイテムがたくさん出てきます、はい、ということでじゃあここからは、はい、せっかくなのでニューダンケルのコートを使ったスタイリング提案をしていただきたいなと。じゃあ、まずビームスさんから行きましょうか。はい、はい、まずビームスで選んだこうニューダンケルドは、はい、再生ポリエステルを使用しているこうかなりライトウェイトな撥水性のあるポリエステルですね。開けた時にこう、はい、この襟の部分がですね、きれいにこうロールして返ってくれるっていうのが一つポイントだと思います。で、中にはケーブル編みのニット中にハイネックのカットソー、マッキントッシュというとどうしてもスーツで着こなす方も非常に多いと思うんですけれども、ややこうカジュアルな、まあ、アメリカンなテイストでコーディネートを考えてみました。それにどんなパンツですか？これは、タンジェントというブランドの、まあ、ミリタリーパンツですね。少しこう太さのあるもの、ややワイドシルエットですね。カジュアルに崩してお召しいただくのもすごくおすすめ。そして靴は、これがまあ一つポイントがありまして、ややこうショートノーズのローファー、スペイン製のローファーなんですけれども、裾幅がまあ太いパンツに対しまして、ノーズの少し短いシューズっていうのはすごく相性がいいかなと思いまして、まあ、ちょっと今のビームス F らしさみたいなところが表現できる合わせかなと思いまして。今のそのビームス F らしさっていうのはどういうところに？国にとらわれずに各国のそのいいもの、いわゆるまあベーシックでトラッドなものを集めてミックスしていくスタイルが、まあ、ビームスエフらしさなのかなと今思っています。なんでこの生地を選んだんですか？うん、ちょっと着丈がいわゆる少し短めで軽快ですよね。はい、カバーオールみたいな感じで、まあ、アウターとしてさらっとこう合わせられるかなと思いまして、はい、あえてこういう軽い素材を選んでおります。あ、そうですね。軽い感じがすごくします。中チェックなんですね。そうなんですね。中すごい可愛いですね。これ値段いくらぐらいなんですか？97,900円税込みになります。こんな感じですね。かっこいい。めちゃくちゃ着やすいですね。そうですね、軽さがあって、まあ、カジュアルにももちろん合わせやすいんですけれども、まあ、スーツでもあのバッチリハマるとい う、 うん、色はいろいろあるんですか？はい、こちらの色 と、 あとネイビーご用意してます。なるほど、ありがとうございます。
これちょっと各社さんのこだわりとポイント聞けるのめっちゃ楽しいですね。面白い。じゃあ続いて豊永さん、はい、ちょっと、ロロピアーナの、レインシステムを使った、ニュルダンケルト。ちょっと触っていいですか？めっちゃ触った方が多分めちゃめちゃ気持ちいいですし柔らかいです。しかもこれレインシステムでしたっけ？そうです、はい、撥水性のあるロロピアーナの生地なんです。え、決してあの防水ではないんですけど、まあ、多少の雨だったら大丈夫、はい、高そうですよね。そうですね、うん、はい、そうですね、13万9000円です。あれ、え、でもゴム引きより。そうですね。なんでこの生地のダンケルドを選ばれたんですか？うん、まあ、リニューアルされてあのフロントのこの抜け感だったりとか開きですね、はいはい、ちょっと前振りな袖だったりとか、はい、あのカジュアルで着れる要素が結構出てきたので。なるほど、まあ、それをこういうラグジュアルなあの素材でオフとかに着るのが最高にかっこいいのかなと思って。なるほど。じゃあそんなスタイルですか、今日ご提案いただけるの？そうですね、バスケット編みのフルネックのセーター。ネイビーですか？ネイビーですね。それにどんなパンツですか？結構リラックスしてるパンツ。ウエストはこれゴムでちょっとあのセミフレアパンツなんですね。若干広がってるってことですか？そうです。全身オールネイビーで、はい、そして靴は、ね、あ、サイドゴアブーツなんだ。これどちらのやつですか？これユナイテッドアローズのオリジナルにちょっと高めのヒールで、まあ、フレアパンツにちょっとエレガントな。なるほど、はい、で最後の仕上げに、あ、仕上がったわオールネイビーでオレンジ入れる、はい、これあのジョンストンズの毎シーズン別注させていただいているクオリティ使ったあの商品なんですけど、これカシミヤですか？これカシミヤ100です。柴さん、はい、このコートも着ていただいていいですか？ぜひ、はい、あ、もうね、もう軽い、もう軽い、もう軽い、あ、これ着やすいな。かっこいい。開けた時を意識してるからか、ここの綺麗ですね、うん、この V ゾーンというか、うん、これ何色があるんですか？我々の方ではもうこのネイビー一色、あ、今年の一色で、はい、ダンケルドってある意味ちょっと遊びの効かない、うん、あの本当正統的なものなので、まあ、ここは逆にあのネイビーの潔さみたいな、で逆にそれ以外 の, あの別注させていただいている商品ではあのグリーンだったりとか柄物もご用意、はい、してます。ビームス、うん、そしてユナイテッドアローズ来て、うん、そしてエディフィスです。まずはどんなニューダンケルドを、はい、早速のこのニューダンケルドに別注をした仕様になっておりまして、はい、最大の特徴が、はい、あのボタンスルーといいまして、肥沃ではなくてこうボタンが止めると前に出る。確かに他のは肥沃仕立てって言ってボタンが隠れるんですね、はい、それをわざとボタンを出す仕様にしたわけですね、はい、ボタンを出すことによってよりこうカジュアル使いもしやすいように、仕事とお休みも本当にシームレスに使っていただけるようにというところで別注をした。素材に関しましてはロロピアナのレインシステムを使っています。レインシステム、はい、あれチンストラップの部分のこれ違いますよね、はい、気づいていただきました、はい、ここがまたポイントになっておりまして、お第1ボタンだけを止めるとこのチェーンストラップのドットボタンがポイントになるように作っております。お値段が14万3000円です。お、はい、ちなみに色はこれキャメルと、はい、こちらのネイビーと、はい、あとはこちらのブラックの、キャメル、ネイビー、ブラック、はい、スタイリングとしてはどんなスタイリングを、はい、スタイリングなんですけれども、はい、あえてちょっとジャケットのスタイルを提案いたします。でメタルボタンの、まあ、ちょっといわゆるちゃんとブリティッシュを感じるような柄に、うん、あえて大人の遊び心で、はい、ジャガードのこのインターショナルニットがなんて書いてあるんですか、はい、ベーセーベージェーっていう、まあ、ちょっとフランスでよく、はいはい、あの聞く言葉があるかと思うんですけども、それを英語にして、まあ、グッドスタイル、グッドクラスというちょっとあの今シーズンのエディフィス の, あのちょっとシーズンテーマをで、まあ、ここにこのようにブラックで、はい、そうですね、はい、茶系と黒の2色使いのコーディネートというのを、黒キャメですね、はい、靴どういう靴なんですか、はい、ここはあの弊社でエンツォボナフェに別注をした、まあ、ビットフローファーとお休みの日にデートでウキウキいいかなと思いました。デートの時に、あ、そうだ、今日テーマ実はデートテーマらしいんですよね今その手で見てなかったですけど、分かりました、ちょっともう一回その手で、もう一回ね、その手で、はいはい、じゃあ小芝さん、はい、これも着ましょう。これも、うん、ああ、これボタンが隠れているのとボタンが前に出ているのではどういう違いがあるんですか？お休みの日になんかまあニットの上からこうなんかさらっと羽織るときに、どうしてもこう肥沃だとちょっとかしこまった印象になりがちなので、そこをちょっとカジュアル使いもしやすいように。なるほど、面白い、はい、じゃあ冬のデートスタイルということでこのニューダンケルドを使ったコーディネートをしていただいたんですが、うん、ゆきちゃんがするならどれですか？うん、いやでもこれ3社行く場所が違いますよね、これあ、ね、行く場所一応ちょっと聞いておきますだから行く場所によって多分選ぶの変わります。じゃ あの聞いておきましょうか。村瀬さんどこですか、これ場所は？ビームス的に、はい、なんか秋ですし、まあ、紅葉、うん、
紅葉。紅葉どこですかちなみに。どこですか、日光とかですか。日光。ああいい。一緒に写真撮ってすごい映えそうですもん。そうそう、オリーブグリーンのパンツに。続いて豊永さん、うん、東京ミッドタウンで。東京ミッドタウン。そっちで。なるほど。美術館からのディナーみたいな。じゃあエディフス大滝さん、はい、宮城県仙台市の秋保温泉の温泉デートをちょっとイメージしました。ちょっと待って待って、詳しかった詳しかった。すみません、私はちょっと仙台出身っていうのもあるんですけども、都会とやっぱ温泉この両方があるので、例えばまあ夜はまあレストラン中心部に行って、その後やっぱりちょっと温泉に行くまでのこの道中も楽しめるというかだそうです。なるほど。日光、六本木ミッドタウン、仙台温泉、忖度なしでどのスタイルが好きって。まあ、むずいな。ここ多分聞きたいですよ皆さん。エレガント寄りなスタイリングが好きなので、うん、ほう、ユナイテッドアローズさんのロロピアーナネイビー一点攻めは結構刺さりましたね、うんうん、女子はやっぱシックなの好きなのかな。好きですね、うん、ということでお三方ありがとうございました。そしてここからは、うん、ビームさんとかアローさんとかやってる他のコートをちょっとご紹介いただこうかなと。ダンケルドだけじゃないってことですね。そうなんです。じゃあビームさんお願いします。はい、バルフィールドというモデルですね、はい、グリーンというかネイビーというか、ね、ミックスされたような色。これめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。ライトウェイトのメルトン素材、ドレスのスタイルにもハマりますし、あの黒いタートルの、ね、ニットですとか、カジュアルなスタイルでもさらっと羽織っていただけます。で袖が、ラグラン袖、2枚袖のベーシックなスタイルになっております。まあ、肩線が少しこう丸いですね。そうですね、柔らかく見えますので、まあ、非常に今シーズンおすすめの一着となっております。あーかっこいい。これかな、ガチで欲しいなこれ。ちなみにいくらですかこれ。こちらで139,700円、ね、いい値段だな、はい、丈も長いですね。そうですね、少し長い設定になってます。じゃあ続いてユナイテッドアローズどんなコートを、はい、去年新しく作ってもらったクロケットフォードという、このモデル自体は存在しないので。これ UA さんがオーダーして作ったモデルなんですか。そうです。キルティングってやっぱりあの便利で、ウェーバリーっていうあのダンケルドのキルト版みたいなモデルがあるんですけど、それだと結構割とタイトフィットで、まあ、オフにより着やすいモデルがあったらいいなっていうので開発しましたね。まずあの身幅が結構ゆったりしてるので、まあ、オフ着としても着やすいっていうところと、あと着脱可能なあのこのフードがついてるので、なるほど、シチュエーションによっていろんなスタイルで着れるかなと思ってます。楽しめるということですね。はい、で色味も、まあ、ローディングリーン、ちょっと英国を感じるグリーン に、はい、に、まあ、あえて茶系のコーデュロイに、うん、中はハウンドトゥースの、はいはい、裏地を使っています。これってどういう風に合わせるのがかっこいいですか。そうですね、ちょっとジャケパンみたいな、うん、はい、スタイルでもいいですし、まあ、ジーンズとかあんまり深く考えずに1枚で結構様になると思うので、うん、紺のさ、タートルネックのニットとかさ、グレーのパンツとかさ、でスウェードのブラウンの靴でもいいし。そうですね、靴選びとかは綺麗めのローファーだったりとかの方が、まあ、マッキントッシュらしいちょっとモダンなスタイルになるかなと、うん、まあ、ディテールもこういうメタルスタートが結構効いてるので、まあ、マッキントッシュらしさがありながらもちょっとこうカントリージェントルマン的な、うーん、コーディネートとか組むの苦手な方とかいいかもですね、うん、そうですね。ちなみにおいくらぐらいなんですか。こちら 79,200円、ぐっと安くなるんですね。パサパサ、ぜひお願いします。はい、まあ、だからこういうスタイルよりは本当はもうちょっとニットとかの方がカジュアルの方がいいですね。そうですね。あ、でもお似合いです。なんで平日はあのダンケルドビシッとスーツに着ていただいて、休日はこれで、休日は、はい、なるほど、うん、そして大滝さん、はい、また弊社からまた全然違うもので持ってきました。フルコート、はい、こちらのモデルがハンビーというモデル、メンズのダンケルド、レディースのハンビーと言われるレディースモデルをメンズサイズに落としたものになります、うんうん、はい、今年の、春夏シーズンでそのハンビーをメンズサイズで別注させていただいてから、すごいこうお客様に大変ご好評いただいたので、それの冬版としてちょっと今回お願いをして作っていただいた。生地は、ライトメルトンになります。はい、毎シーズンお願いして使っているメルトンよりちょっと軽いものを選ばせていただいたの で、 であのちょっとお嬢さんぜひ見ていただきたいんですけど、ちょっとこういう、あそこの先ほどポケットも、うん、はい、リベットの部分も、はい、気づきましたか。どうにかこう男性でかっこよく着れないかなっていうのをこう模索した中で、今回初めてこうなんか完成形にこの、ね、まとまってますね、はい、ね、慣れたかなと。いくらですか。税込みで15万7000円。あ、やっぱりいきますよね、はい、色はオレンジ、キャメ ル、 キャメル、グリーンとネイビーの4色展開になります。で弊社の別注は今シーズンは全部ブラックウォッチに、ね、はい、イギリスっぽい、はい、ね、あー、かっこかわいいですね、うん、ちょうどこう
横から見た時にもこうテント型といいましょう、外に跳ねるような付け回しが大きいシルエット感というのが、まあ、今っぽいシルエットといいますか。各社全然違うけどいいな、いポイントついてて。違いましたね、面白かった。面白い。どうですかビームさん、こうご覧になって。そうですね、それぞれでこう色があって、うん、本当に学ばせていただける部分もすごく多いですし、面白いなというふうに思ってます。豊永さん、いかがですか。そうですね、各社それぞれのマッキントッシュみたいなものが多分見れると思うので、うん、もうお客様もその自分の好みに合わせて選んでいただければなと思いますね。最後、大滝さんいかがでした。各ビームス F さん、ユナイテッドアローズさんのやっぱりスタイリングをこうトータルでやっぱ見せるイメージがすごいはっきりされていて、色がすごい出て、すごいこう見てて本当に勉強になりました。マッキントッシュって結構ね、メンズのファッションのずっと雑誌作ってくると絶対的に通ってきた道なんで、2022年になってもやっぱりある程度 の, そのベーシックっていうのが残りつつも新しい提案をやっぱりされてきてるので、そこがね見どころで面白かったですね。なるほど、はい、皆さんぜひですね、各社さんのホームページまたは店頭に行っていただいて、お好みのマッキントッシュ見つけていただけたらと思います。はい、じゃあ最後に告知もそれぞれお伺いしましょうかね。はい、弊社でもあの YouTube チャンネルがスタートいたしまして、ミスタービームスチャンネルと言います。ぜひあのチャンネル登録のほどお願いいたします。じゃあ豊中さん。はい、今あのユナイテッドアローズのオンラインサイトではマッキントッシュ の, あの予約会やってますので、そちらで ある程度全ラインナップ見ていただけますので、うん、まあ、ぜひそちらで、ご覧いただけたらなと思います。はい、じゃあ最後大滝さん。はい、あのちょうどこちらのチャンネルが公開された約、翌週にですね、あのちょうど今日ご紹介させていただいた、ダンケルとか弊社の別注が発売されますので、うん、ぜひ店頭 と,、オンラインサイトの方でぜひご覧になってみてください。じゃあ星葉さん以上ですかね。はい、ということでお三方またぜひ、いらして、ください、うん、ということでありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。次回はこちらです。お待たせしすぎて申し訳ございませんっていう感じなんですけどK3B としてさらなる最先端の素材と最先端の機能をくっつけて満を持して作ったのはこのセブンウェイダウン。特殊な中綿を使っているエアロゲルのシリーズ、ドローコードのところが顔に当たったりしないように。これめっちゃ便利ですね。とんでもない素材なんですよ、この段ボールニットって。どうでした、マッキントッシュ。そうですね、こう歴史もこう巡ってくるし戻ってくるじゃないですか、うん、古いからこそ今新しいみたいな、なんかそういう雰囲気も感じつつ、うん、あとはなんか三者三様のセレクトとかがすごく面白かったですね。そうだよね、うん、やっぱあれはやっぱセレクトショップらしさ、オリジナリティが出るから面白いよね、うん、ただやっぱりあの昔ってさ、そういう風に雨をしのぐとかさ、防水とかっていうことってさ、やっぱ今みたいに時代が進んでるからなかったわけじゃない、うん、ゴム貼っちゃうんだからさ。いや、まずその発想がすごいなと思いますし、すごい話だよね。生地とゴムを一緒にしちゃうんだっていう、うん、それを考えてしまった革命的なそのマッキントッシュさんっていうのがやっぱすごいなと思うよね。手作業がすごく多いっていうことが、うん、すごく意外だったというか、うん、機能的な素材だからこそ、だからこそ機械に任せられるんじゃないかと思うんですけど、うん、やっぱ200年の重みみたいなものも感じましたね、うん、まあ由緒正しき、まあ、歴史あるブランドでした。まだまだそういうブランド登場してくるかもしれないのでお楽しみにしてください、うん、はい、じゃあ最後宣伝を。はい、私寺田由紀いろんな活動をやっております、情報をつぶやいてますので、まずは SNS フォローしていただけたらと思います。お願いします。そして、はい、この BR チャンネル以外にもですね、いろんなミニマルワードローブチャンネル、そして、僕が編集長を務めているフォルツァスタイル、それ以外にもキプリスチャンネル、いろいろチャンネルやってますんで、そちらもご覧になってください、はい、ということでまた皆さんお会いしましょう。この辺で、チャンネル登録はこちら。こちらもご覧ください。あ、これ登録です。これとこっち登録です。こっち登録です。こっち登録してください。そしてこれがおすすめ動画です。こっち登録してください。逆だよ、逆。逆だな。逆ね。逆ね。